北朝鮮暴風軍団元隊員がロシア派遣北朝鮮兵映像を分析。これは一般兵。訓練レベルの低い兵士が派遣か。ロシアに派遣された北朝鮮兵を撮影したとされる動画。ロシア兵が北朝鮮兵とみられる兵士にロシア語を教える様子などが記録されています。撮影場所とみられるのはロシア西部のクルスク州です。ここに軍の精鋭部隊、暴風軍団を含む1万人以上の北朝鮮兵が派遣されたとみられています。FNN は、その暴風軍団に以前所属していたという43歳の男性を取材しました。元暴風軍団兵士、イ・ウンギルさん。何の文句も言わずに命を捧げることができる部隊。それが北朝鮮の暴風軍団なんです。17歳で北朝鮮軍に入隊し、5年余りで除隊後、2006年に脱北したという男性。暴風軍団所属時には特殊な訓練を受けたといいます。元暴風軍団兵士、イ・ウンギルさん。岩にぶつかる訓練、岩を割る訓練をこうやれば、こうやって鉄が飛んでくるという瞬間、こうすればここに当たって、どんな鉄も曲がるんだよ。私の骨が折れないんですよ。針金を巻いた木がこうやってあると1日に5000回叩きます。これを5000回叩いたら自分の手が自分の手じゃないように全部腫れてしまう。それにもかかわらず絶えずこうやって叩いて。過酷な訓練を重ねたという男性。軍を辞めてから20年以上経った今でも俊敏な動きを見せます。男性はロシアで撮影された北朝鮮兵とみられる映像をこう分析します。元暴風軍団兵士、イ・ウンギルさん。これはうちの部隊。括弧9。これは暴風軍団？はい。夜間透視鏡を着用していく。走る姿が違う。しかし、別の映像では。元暴風軍団兵士、イ・ウンギルさん。一般兵です。括弧9。何を見て分かったんですか？体格、外見、そして歩く姿。こうやって並んで歩く姿。僕たちの部隊とは違いがたくさんあって。この映像に映る兵士は暴風軍団だけでなく、入隊から3、4年程度の若い兵士と分析。訓練レベルが低い兵士がロシアに派遣されていると言います。派遣されている北朝鮮兵の一部は、すでにウクライナ軍と衝突したと見られています。ネット上では真偽不明ではありますが、その戦いで負傷したとされる兵士の映像が出回りました。戦いで負傷したとされる兵士。ロシア軍はクルスク戦でとりあえず攻撃戦に参加するよう強要しました。この映像を見た元暴風軍団の男性は北朝鮮兵だと話します。元暴風軍団兵士イ・ウンギルさん。私は最初にこの兵士を見た時からこれは絶対 100% 北朝鮮兵だと思った。だって北朝鮮軍の用語とかイントネーションとか全てが北朝鮮軍が実際に使う言葉なんですよ。専門家は北朝鮮兵が配備された場所をこう推測します。安全保障ジャーナリスト、吉永健二さん。ロシア側からすると、攻めてるというよりも防御しているところに北朝鮮兵が配備されている状況だと言えるのではないか。アメリカメディアは、ウクライナなどの当局者の話として、かなりの数の北朝鮮兵が死亡したと報じています。ウクライナのジャーナリスト、肉匹機、ロシア西部クルスクで訓練する北朝鮮軍の動画を公開。ウクライナのジャーナリストがロシア西部クルスク地域で訓練する北朝鮮軍の動画を入手し公開した。この動画は
ウクライナのゼレンスキー大統領が北朝鮮軍との交戦を事実として確認した直後に公開された。ウクライナの有力ジャーナリスト、アンドリ・チャフリエンコ氏56歳は5日現地時間、SNS にクルスク地域の北朝鮮軍の様子を収めた初の動画と書き込み、短い動画を公開した。動画には北朝鮮軍とみられる将兵たちがロシアの軍服姿で小銃を抱え、ロシアの教官に従って弱いを意味すると思われるロシア語を口にする姿が映っている。また別の動画には北朝鮮軍とみられる兵士たちがロシアの教官とみられる軍人を囲んでいる様子も映っている。チャフリエンコ氏はクルスク地域で北朝鮮軍がロシア人教官の指導の下で地雷爆発訓練を受ける様子だとして、北朝鮮軍はまたロシア人教官とコミュニケーションするために言葉を学んでいると伝えた。さらに北朝鮮軍の訓練は今日5日が最後だと聞いているとして、北朝鮮軍は明日6日ウクライナとの戦闘に投入されるそうだと綴った。放送局の記者出身のチャフリエンコ氏は2014年にロシアがクリミア半島を攻撃した際にロシア軍の様子を撮影していて拘束され拷問を受けた。今回のウクライナ戦争が始まってからはテレグラムを通じて現地の状況を世界に伝えている。この動画はゼレンスキー大統領による夜の演説の直後に公開された。ゼレンスキー大統領は5日、北朝鮮軍との初の戦闘は世界の不安定さに新たなページを開いたと述べた。最近、ウクライナ軍が北朝鮮軍と初めて交戦したと複数のメディアが報じたが、それを事実上認めた格好だ。ロシアに派遣された北朝鮮軍、初のウクライナとの交戦で相当数の死亡。ロシアに派遣されている北朝鮮軍がウクライナ軍との初の交戦で相当数の犠牲者を出したと米紙ニューヨークタイムズが5日現地時間、米国の関係者とウクライナ高官の話として報じた。二人とも正確な交戦の日時には触れなかったものの、北朝鮮軍がロシア側で参戦し、ロシア・クルスク州地域のかなりの部分を占領しているウクライナ軍と初めて衝突したと発言した。特に米国政府の関係者は、北朝鮮軍とウクライナ軍の初の交戦で北朝鮮兵力の相当数が死亡したと説明した。ウクライナの高官は死傷者数には触れなかったものの、北朝鮮軍がロシアの第810独立親衛海軍歩兵旅団と共に交戦に参加したと話した。この高官は、交戦は限定的だったとした上で、ウクライナ戦線の弱点を探る目的だった可能性があるとの見方を示した。また、残りの兵力のほとんどが今後数日のうちに戦闘に投入される可能性があるとして、北朝鮮軍は2つの部隊に分かれた。攻撃部隊とウクライナ軍から奪還したクルスク州の領土を防衛する支援部隊だと分析した。今年8月にクルスク州に進撃したウクライナは、この地域の約647平方キロメートルを占領している。北朝鮮軍の大部分はまだ本格的な戦闘には投入されていないが、西側諸国やウクライナ側は北朝鮮軍の派兵をめぐり、今後戦争が拡大するかどうか、戦争開始以来の最大の岐路だとして警戒している。ウクライナのゼレンスキー大統領は同日、北朝鮮の軍人らと初めて交戦したとして、世界が不安定な新しい時代に突入したと発言した。北朝鮮によるロシア派兵をめぐっては様々な評価が出ている。ウクライナ東部で膨大な人的資源を消耗しながら前進を続けるロシアが差し出した支援の手だという評価がある一方で、ロシアが国際社会で孤立していないことをアピールし、西側諸国の結束を弱体化させることを狙っているとの分析も示された。派兵を決定した北朝鮮の金正恩総書記に対して、ロシアのプーチン大統領がどのような約束をしたのかは不明だ。米国の当局者は、まだロシアが北朝鮮に何らかの見返りを提供したという証拠を見つけていないと述べた。しかし、北
北朝鮮が周辺国に危険をもたらす恐れのある軍事技術を提供する可能性があるという懸念は依然として残っている。習近平氏やプーチン氏との直接取引好むトランプ氏、懸念されるウクライナへの対応、終戦24時間以内に実現主張。共和党のトランプ前大統領は首脳外交を重視し、中国やロシア、北朝鮮といった専制主義国家の指導者とのディール、取引に強い意欲を示している。米国第一を掲げるトランプ氏に再び世界が振り回されそうだ。トランプ氏は損得勘定の取引を重視する。同盟国やパートナーとの友好関係を無視し、中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領らとの直接取引を好む。民主党のバイデン大統領はトランプ前政権2017年から21年で傷ついた同盟国との関係の立て直しに注力した。民主主義国対専制主義国という構図で、自由と民主主義の価値観を共有する国との関係を強化し、既存の国際秩序を壊す動きに対抗しようとした。トランプ氏はこの流れを逆行させる可能性がある。特に懸念されるのがロシアのウクライナ侵略への対応だ。トランプ氏はウクライナへの支援に消極的で、終戦の仲介を唱えてきた。当選すればプーチン氏との首脳外交によって終戦を24時間以内に実現すると根拠なく主張している。ロシアに有利な決着となれば、欧州を中心に米国に対する信頼は大きく揺らぐ。トランプ氏の主張の根底には、同盟国が米国の安全保障にただ乗りしているという発想がある。トランプ氏は前政権時代、北大西洋条約機構 NATO をやり玉に挙げ、欧州各国に防衛費増額を求めたほか、 NATO 脱退も試みた。一方、中国には強硬策を取る見通しだ。共和党の綱領は中国への最恵国待遇を取り消す方針を示すなど、厳しい政策が並ぶ。トランプ氏自身は中国製品に対する 60% 超の関税導入に言及している。トランプ氏は中国が統一を狙う台湾には思い入れがないとみられる。中国が武力統一を試みた場合の米国の関与についても明言していない。首脳外交を好むトランプ氏が貿易交渉をてこに、終始に利用されるとの見方が出ている。